ウィーン公共楽団は、オーストリアウィーンに本拠を置くオーケストラである。本拠地のウィーンコンチェルトハウス1900年、フェルディナント・レーベにより、ウィーン演奏協会還元楽団として設立された。1903年2月11日、ムジーク・フェラインザールにおいて、レーベ式によりブルックナーの公共曲第9番の、初演を行った。1913年、本拠地を、 ウィーン・コンチェルトハウス都市、1919年、ウィーン・トーン・キュンストラー還元楽団と合併、1933年、現在の名称となった。1920年代、ラジオ放送開始によりコンサートの聴衆数を減らしたが、1938年のオーストリア併合においても存続し、ナチス政権の文化還元楽団政策に組み入れられ、 1944年9月1日にオーケストラが消滅するまでナチス政権の宣伝目的のため軍事工場の中での演奏という任務に従事させられた。1945年9月16日、第二次世界大戦後最初の演奏会が開かれ、マーラーの公共曲第3番が演奏された。そしてヨーゼフ・クリップスの指導により10年間の空白を埋め、 現代のレパートリーを回復させ、1946年夏、初めてブレゲンツ音楽祭に参加した。1946年から当時の首席指揮者ではなかったが、ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮によるカラヤンチクルスが始まり、ヨーロッパや北アメリカのツアーを行った。カラヤンは1960年代初頭にかけて、合計150回以上の演奏会を指揮し、 同団の戦後の飛躍をもたらした。ただし、カラヤンとは、ベルリンフィル、ウィーンフィル、フィルハーモニア管と比べて極めて少ない録音しか、残されなかった。それでも、ソビエトからセンセーショナルに西側に登場したばかりの、スビアトスラフリヒテルとカラヤンの世紀の共演として、話題を呼んだ、ドイツグラモフォンのレコーディングでは、ベルリンフィル、ウィーンフィルが共に使えず珍しく、 バックに起用され、二代名門オケに代わっての力演を披露。これは今なお名番として、ロングセラーを続けている。1959年、バチカンで、教皇ヨハネ23世の前で、ボルフガング・サバリッシュ式による演奏会を行った。サバリッシュの下では、1962年のアンデア・ウィーン劇場の復興演奏会、1964年のアメリカツアー、 1967年のアメリカ、日本ツアーが行われた。サバリッシュの後、クリップス、カルラ・マリア・ジュリーニが主席指揮者となった。1980年代、ジョルジュ・プレートルが主席指揮者となり、フランス音楽のレパートリーと共に、コンサートの数も増やした。1990年代初期、ラファエル・フリューベック・デブルゴスが主席指揮者となり、スペイン音楽も多く、 レパートリーに取り入れた。1997年、ウラジーミル・フェドセーフが主席指揮者に就任した。2005年からは、ファビオル・イージが主席指揮者を務めている。クリップスまでは、ドイツ系の音楽監督が続いたが、その後は、イタリア人、フランス人、ドイツ系スペイン人、ロシア人、イタリア人と、非常に国際的な人選で、レパートリーの幅も広がっている。 ズデンダスオスプレイクワーターバッチデュデンバーラグ、P837 ISBN 978から3から411040667ハットズデンダスオスプレイクワーターバッチデュデンバーラグ、P760 ISBN 978から3から411040667ハットウィーナーシンフォニッカーハットウィーナーシンフォニッカーありがとうございます